日本統治時代の台湾大中州大中州長、森山松之助大中州長台湾省大中市、大中市政府台湾の戸籍国定戸籍大中市、大中州長大中州長は台湾大中市西区にある、かつて日本統治時代に観光庁として使われた建築物。観光後はまず、大中州の庁舎で第二次世界大戦後は、 大中市の行政機関として使われた。市の指定戸籍登録を経て、現在は国定戸籍。最初に使われたのが日本統治下だったため、戸籍の名義も中国語での一般的な用法の州政府ではなく、日本語由来の州長のままである新庁統治時代末期に、新庁政府は行政機関の一つとして、現在の州長所在地に元誠行動を混流した。 日本統治時代になると、台湾総督府が実施した廃帳を結集に伴い、台中州の知事官邸と、オータムログ運役所が置かれるようになったが、大正元年に撤去された。跡地には新庁舎が建てられることになり、総督府の技師だった日本人建築家の森山松之助の設計で、同年に寄港、翌1913年に一期分が竣工した。 その後4段階にわたる拡張がなされ現在の姿になったのは昭和9年だった。建築様式は森山が得意とするバロック建築で交差点の角にある入り口には車寄せを持つ日本、当時時代の観光所建築では典型的な特徴である。入り口から左右両翼に胸が伸びる L 字型で広大な裏庭もある。1945年。 第二次世界大戦終結で日本に代わって統治者となった国民政府が接収すると台湾省の省価値としての台中市政府は台中市役所ではなくここ州庁舎に移転された戦前の台中市から見ると二代目の市役所庁舎ということになる陰林市に設置されるまでのわずかな期間ながら台中県の県庁との合同庁舎としても機能した2010年12月25日に 台中県市合併で直轄市としての台中市政府が発足。新市政府は西田無力に落成した7期再開発計画区の台湾大道市政大路を本館とする新庁舎に移転し、台中市政府都市発展局と台中市政府環境保護局の業務だけが残ることになった。2010年5月に台中市政府は台中州庁の都市再開発計画案を指導。 2014年5月に入札を公示した。修復を行いながら様々な集客イベントを開催し、機運を盛り上げていった。2016年7月、市政府と文化部は、体中集長を都市型博物館とする計画案で認識を一致させた。元は戸籍を利用した、開湖町の宿泊施設とする計画だったが、前年末の体中市長選挙で勝利した新市長。 林や流によって、計画案が修正されていた。2017年4月、市は、大中州庁、大田室郡役所、大中州庁二重建築群と、旧市議会の修復、周辺空間と一体となった開発、景観改造として、総事業費3.5億元を投じた、再開発計画を、指導、2020年の観光後に現代美術館として、生まれ変わる計画だったが、 2020年2月に、新市長、露州ツバメは、九州町は、相当府と同等の価値があると、無償上渡での国立美術館への転用を拒否。2019年4月、国定戸籍に昇格。2020年8月より、本格修復が開始された。2021年1月、建物内から防空壕や金庫が発見された。市政府は、専門業者へ、 金庫の会場を依頼する意向を表明している。宇都中市長短、宇都中市長短、ありがとうございます。